発のシーンでした。さあもう一度セレッソ、まもなく54分。さあ進藤が手を挙げている、進藤来た、進藤胸落とし、坂本来たぞ、坂本、進藤チャンス到来、チャンスをつかむ男は進藤涼介、右サイドバック進藤が決めました、先制セレッソ大阪。まあ、原川選手が持ったタイミングで、まあ、坂本選手が中央に入りましたから、その空いたスペースをね、まあ、うまく進藤選手入ってきましたし、ここワンツーのような形になりましたけど、まあ、落ち着いて、まあ、右隅に、ね、こう流し込みましたよね。まあ、ここもなんか2人の連携でしたね、はい。まあ、原川選手が持ったタイミングで、まあ、中央に、ね、坂本選手入って、そこのスペース、空いたスペースをうまく進藤選手使いましたよね。